エブリデイポジティブ。はい、ポジティブ18年スーパーポジティブティーチャー福地でございます。さあ、もうまさにね、花粉がもう到来しております。今日もね、もうずっとくしゃみとね、あと鼻水とあと涙が止まらない状況でございます。皆さんどうお過ごしでしょうか。はい、今日のですね、毎日ポジティブはですね、僕の大切な仲間とですね、今日はラーメンを食べに行きました。で、そのですね、大切な仲間がですね、本当におすすめしてくれてるラーメン屋さんで一人でやられてるんですよ。牛込柳町にあるですね、お店なんですけども、葉山というお店で、で、そこのお店の店主の方はですね、本当に人生をラーメン一杯にかけてる。それぐらいの、ものすごくですね、気持ちを込めた、思いを込めた、そういうですね、一杯のラーメンを作ってるということで、ぜひともね、この人生をかけて一杯を一緒に食べたいと言ってですね、僕を誘ってくれました。僕はすごくね、誘ってもらえたこと嬉しくて、で、楽しみに行ったんですけども、まずですね、開店の30分前からもう並んでおりまして、で、そこを並んで2回転目でですね、ようやく入ることができました。実際に並び始めてから食べて終わったのがですね、なんだかんだでおそらく2時間はかかってないぐらいだと思います。はい、でもなぜね、そこまで時間かかってしまうのかといったら、麺はですね、自家製麺で自分で竹でですね、あの麺をですね、ちゃんと作ってまして、まあ、スープももちろんそうだし、そしてですね、無加調なんですよ。一切ね、調味料を使わないで素材の旨味だけでですね、作ってる、そういうラーメンなんですよ。で、煮干しがベースのラーメンで、麺はですね、もう縮れ麺でコシコシ、もうコシコシのすごく美味しいラーメンで、で、卵もね、半熟、絶妙な半熟卵で、よくね、お店に行くと卵食べると、ね、冷たいっていう時あるんですけど、僕あんまりその冷たい卵好きじゃないんですよ。やっぱりラーメンの中に入ってたら、常温ないしちょっとあったかい目の卵が好きなんですけど、もうちゃんとね、そこのラーメン屋さんは食べた時にあったかい半熟の卵だったんですよ。で、海苔もね、何枚もあって、あとチャーシューもね、厚切りのチャーシューが3枚乗ってまして、で、味がめちゃくちゃ優しい、本当に包み込まれるような優しさを感じるんですよ。体にね、もう全部染み渡るような、そんなスープの味。麺はコシコシで、コシコシ？シコシコ？どっちか分かんないですけど、シコシコかな？あ、コシコシ、あ、シコシコか。はい、どうでもいいんですけども、でも本当にね、美味しかったです。で、まさにね、その店主の方がどういう人生を送ってきたのか、ずっと2年近くね、お休みしていたんですよ。おそらく、まあ、怪我をしてしまったんじゃないかなっていう話はしていたんですけども、で、本来だったら昨日行くはずだったんですよ。で、昨日、行こうって話をしていたんですけども、昨日はですね、チャーシューを切った時にちょっといつものチャーシューと違う獣臭がするというその一点だけでですね、お店の開店をですね、臨時でお休みをして、そして次の日の今日になったんですね。で、今まではね、メンマもですね、自家製で作っていたんですけども、もう今食材の価格がね、高騰しているので、メンマはね、残念ながら今はつけていないんですけども、まあ、それでもね、ギリギリの価格で戦ってやっている。もっと高くすればいいんじゃないかっていうね、きっとお客さんも思うと思うんですけども、まあ、そこの店主の方はね、きっとギリギリの今の周りの方々も本当にね、今苦しんで、コロナでですね、苦しんで、なかなか給料も上がらず困窮している中、そんな簡単にね、おいそれとして価格を一気に上げるっていうことはしたくないというふうに思ってるんじゃないかな。自分もちゃんと苦労して、自分がなんとか食っていけるような金額でやることが誠意なんじゃないかなっていうのをきっとね、思ってるんじゃないかな。そういうふうに思えるような腰の低いね、スキンヘッドのちょっとこわもてなんですけども、ものすごく腰の低いね、素敵な店主の方、それが全部このラーメンに、ラーメンの味にね、入ってる。ラーメン一杯でその人の人生が分かると言っても過言じゃないぐらい、思いがね、そこのラーメン一杯に感じられました。すごくね、食べて幸せな気持ちになりました。あ、この人はこんな人生を送ってきたのかな、こういう方なのかな、それが全部ラーメンに入ってました。まあ、それぐらい一つのラーメンに命をかけれる、人生をかけれる、本当素晴らしいなと思うし、それが一
人でやることによってもう全て自分の責任で本当に美味しいものを食べてもらいたいという心構え、心意気がねすごく感じられて、すごくいい経験を体験をしました。牛込柳木町にある中華そば葉山、ぜひともね、皆さんこれを聞いていきたいなと思った方はかなり並ぶので、はい、もう時間に余裕がある時にね行ってみてはいかがでしょうか。ということで今日はちょっとラーメンのポジティブなお話をさせていただきました。ということで以上、毎日ポジティブ、ご視聴ありがとうございました。